わけじゃないって。さ、情報収集、情報収集。アデュ。さらばじゃ、サイチくん。あ、ちょっと待っ。すまん。やらなきゃならんことがあるだろう。ああ。怖かっただろう。ううん、でも大変なお仕事だね。まあな。本当にすごい危険と隣り合わせなんだ。まあな。時には死にそうになるぐらい。まあな。やめるか、ナビ。やめないよ。あんな危ない仕事、総一一人にさせるわけにはいかないじゃん。私が守ってあげなきゃ。ね。そうだな。お前に守ってもらわなきゃな。守るよ、総一は。私が絶対に死なせない。総一は私が。さつき、泣いてる？な、言ってなんかないよ。本当か？見せろよ。やだ。さつき。うん。しょうがねえな。じゃ、
お前のことは俺が守ってやるよ。うん。踊ろう、総一。え？踊りたいの、楽しい夜だから。ったく、なんてやつだよ。博物館一つ灰にしといて、公園でダンスなんて。総一だって共犯。そうだな、こりゃひどいな、俺たち。ねえ、総一。うん？私たち、変なカップルかな。ああ、多分みんな避けて通るな。そうか、危ない人だと思われるのはあんま気分のいいもんじゃねえよ。そんなのいいじゃん、どうだって。それより二人っきりでいられる方が。あのね、総一。まだまだだろう。さっき3人に言われたみたいに、剣は奪えない、謎は解けてない、何もかも始まったばかりさ。うん、だけど私としては結構一段落、仕切り直しって感じがするんだ。ああ、まあ仕切り直しってのはその通りだな。体勢を立て直して少年を入れて取り掛からなきゃダメだな。うん、頼りにしてるぜ、さつき。うん。ん？それだけ？え？決着。うん？決着がついたら。ああ、楽しみにしてるぜ。約束する。やったね。思い出した？あ、いや、悪い、
サツキ。鈍感。いやいや、あのさ、やっぱり総一、私のことなんかどうでもいいんだ。違う、バカ、んなわけねえだろ。私のことなんか飯炊き掃除洗濯メイドぐらいにしか思ってくれてないんだ。だから魅力ないんだ、全然。女の魅力ゼロ。違うって、お前はめちゃくちゃ魅力的だよ。今だって俺がどれだけドキドキしてるか分かってねえだろ、サツキ。分かってないよ。そんなの、少なくとも私がドキドキしてるよりはずっとずっと少ないね。バカ言え。てめえが俺を好きな量より俺がお前を好きな方がずっとずっと大きいんだ。何言ってるの、バカじゃない。あんたが私を好きなのなんかより、私があんたを好きな方が何百倍もすごいに決まってんじゃん。分かってるか、お前、俺は今死ぬかって時にお前の名前呼んだんだぞ。家族でもなきゃ古なじみでも神様でもない、お前の名前を。あんた分かってる？私死んだって当然ってところに、あんたに会いたいから会いたいから会いたいから飛び込んでったんだよ。あんたに会いたいから。ずっとずっと大きいんだ。小学生ですか、あなた。何百倍もすごいに決まってんじゃん。へえ、何百倍ね。何百倍なんだろうね。ま、しょうがないか。こんなバカで忘れっぽくて気が利かない人でも惚れた男だからね。悪かったな、バカで忘れっぽくて気が利かなくて。そんなにお望みなら今ここで押し倒してやってもいいぞ。またそんなこと言って、できもしないくせに。あ、なめんなよお前、俺だってやるときゃやるよ。じゃ、そうする。ま、ちょっとムードないと思わない？まあね。すまん、忘れてたの、謝るよ。だからまた、なんて言えばいいんだろう、その、こうガーッと盛り上がった時にでも。うん、あのね、別に急ぐ話じゃなかったんだけどね。あの、すっかり忘れられてるのが、その、あんまり悲しかったので、あの悪い。ごめんな。ゆっくり行こうぜ。うん、私の方こそ、いつかきっとね、一秒も忘れていられないぐらい魅力的な人になるからね。それはそれで困るような気もする。困らないよ、だって私もう総一のこと一秒も忘れてないもん、さつき。もうちょっと驚く。おっと、大丈夫か。うん、なんか
いきなりグギってなった。足首は？あ、うん、平気だけど。わっ、単語もまたにお預けだな。しょうがないね。よっと。さ、帰ろうぜ。うん。あ、総一、お願いがあるの。うん？館長さんに私の剣作ってもらえないかな。ん？偽物をか？うん、そりゃ全然構わないし、本物以上の本物ができるだろうけど、いいのか？長年探し求めてきたものだろう。いいの。大切なのはお父さん安心させてあげることだよ。本物か偽物かなんてどうでもいい。それはそうだろうけど、本物、いつか俺が何としてでも取り返してやるぜ。総一に余計な負担はかけたくないし。バカ、余計なことなんかじゃないって。お前のために何かしてやれる、それがそんなに嬉しいことはないよ。総一、ありがとう。でもこの事件はそんな簡単な事件じゃないよ。きっともっとすごい陰謀みたいなのがあるよ。私の剣よりももっと大切な何かを守らなきゃならないかもしれないよ。だから俺の守りたい大切なものなんて一つしかないさ。それは何？さて、帰るか。なんだ、家こら。帰ったらな。今家。さつき、あたしも総一。帰ろう、家に。うん、あたしたちの家に。
ちょっとちょっと、早く早く。んなこと言うならお前も荷物持て。やだ。なんで？だって私女の子だもん。そんなもん理由になるか。ほら、総一、体力落ちてんじゃない？んなことで来年の世界ランク大丈夫？一桁じゃなきゃ許さないよ。6時起きだぜ。世界中で6時に起きていいのは漁師と新聞配達と豆腐屋だけだ。うちの実家遠いんだもん、しょうがないじゃん。んじゃ早く寝かせろ。4時まで寝かせてくれなかったのはどこのドイツだ。そんなこと大声で言わないでよ。だから私嫌だって言ってんのに。それはお前の夜の口癖。サツキ、サツキ。ソウイチ、ソウイチ。決まってんだろ。俺はもう忘れてくれって。そんなこと言ってる場合じゃないよ。早くしないと間に合わないよ。だからお前の荷物が重いんだって。だって久しぶりに帰るんだもん。近所のおばちゃんやおじちゃんにも都会のお土産。いくらなんでもそんな田舎じゃないだろ。この近代文明国家日本で交通手段もありゃ通販もある。紀伊半島をなめんな。いや、なめちゃいないが。